ジン。ユナ。槍川におるはずでは。まだ戻れないんだ。誰がやった？猛虎の百虎長アルタ。大綱でひどい話を聞いたよ。人を人とも思っちゃない。食い物や薬を奪い、民をなぶり殺して、手向かったり逃げようとした者がいれば血祭りにあげる。そういうことか。馴染みの友がこの先の宿を仕切ってるんだ。放ってはおけない。そやつを助け、アルタに引導を渡すぞ。宿はこっちだよ。友とは？イチっていう私の古い馴染みさ。生きる術を教えてくれた。戦の後には会ったか？いや、何年も無沙汰さ。まずは物見だ。ここからよく見えそうだ。あの男に中の様子を聞くぞ。早くしないと兵が戻るよ。何のご用で？助けにも行った。来てはダメです。見つかってしまう。位置を探してる宿の世話人だ。知っておるか？誰か来てくれ。大変だ。来るぞ。イチ、生きてたんだ。何用なのさ？助けに来たんだよ。私を死なす気かい？せっかく猛虎どもを酔いつぶしたってのに、こんなことアルタンの耳に入ったらどうなると思ってる？まさか奴らに仕えてるの？死にたくないんだ。どうして戦わないのさ？私を置いて逃げな。あんた得意だろ。ユナは命がけで来たのだぞ。お侍、悪いことは言わない。あの女を信じちゃダメ。イチ、アルタンから守ってやる。居場所はわかるか？誰にも知られてないんだ。あいつの手下にさえ。でも打つ手がないわけじゃない。モーゼ、ヤツの懐刀を探しな。言いなりになってる島の人売りさ、見せしめに殺してやればアルタンが出てくるかもね。人売りだと？ユナに聞きな。よく知ってるよ。お主にどのような遺恨があろうと、ユナの気持ちも汲め。今さら遅すぎるよ。何か分かった？一曰く、
アルタンを巣から出すには焚きつければいいそうだ。クロードなら苦もない。何をすれば？アルタンの腹心を狙う島の人売りだ。マムシの兄弟知っておるのだろう。一から聞いたろ。あいつらの集落は川の近くにある。ならばそこで会おう。頼りにしておるぞ。そうしよう。また後で。来たね。まるで砦だ。マムシの連中、塀の中のありさまを見られたくないんだよ。牢獄みたいだから。なぜ知っておる？私とタカはここから逃げたんだ。捕らわれたのはいつだ？ずっと昔さ。どちらも幼子だった。覚えておるのだな。忘れるわけない。吉蔵の拳も、万蔵のあの臭い息も、大蔵の手つきも覚えてる。三兄弟を討ち、我らの意を示す。アルタンを釣り出すぞ。行こうか。どうしてこんな。見せしめだ。逃亡を図る者らへの。マムシは非道な奴らだったけど、ここまでと。アルタンが吹き込んだのだろうな。ジン、ダメ。これ以上は。もうやだ。戻りたくない。死はせぬ。待っておれ。俺が恨みを晴らしてやる。苦しめてやって。タカと私たちが受けた傷、水をくれと言っただけで、わけもなく殺された全ての芸人のために、そして私のためにも。必ずや仇を討つ。首を取ってこよう。それじゃ足りない。
この地獄を見てごらんよ。闇に乗じて忍び、寝首をかく。クロードから逃れる術なしと教えてやる。なら早いこと教えてやりなよ。言って。ジン、もし捕まったら自害した方がいいよ。待ってるんだぞ。これ以上飯の支度が遅れたら他のもんを食わせなきゃな。地図ってよ、まあ、覚えてる。あいつの骨は取りにくい。だがあれだけの肉は誰の腹の中にいったんだろうな。黙れ！いつまでもメソメソ泣きやがって。地獄に落ちよ、この首もらうぞ。残り二人か。殺さないで。どうか、故障ですから。今少しだけ辛抱してくれ。インギスンフンニゲンアラヒョスタ。ボツァッエルチミデンスルムステベ。ダラモルトチャトクエ。
Dervish Basan Balota. Timur.首をもらうぞ。残りは虫にくれてやる。あと一人だ。これまでの罪の報いだ。で最後、ユナの元へ戻るとするか。中ハロ。少々手荒だが使えそうだ。
下人はもう生まれない。苦しんで死んだ。罪に比べれば足りぬ。だが大綱の民は救われるだろう。大勢が生き地獄を味わってきたことを知ってたのに、私は何もしてやれなかった。今から始めればよい。まずはアルタンに意を示すぞ。一目で腰が抜けるようなものにしよう。兵を外に呼び出し気づかせよう。見届けさせて。草むらに隠れるぞ。私に任せて。あいつら一目散に逃げていったね。アルタンに知らせるだろう。もう一人いるんだ。皆を集落にさらってきた男、黒犬。ならば切るまでアルタンの一味は生かしておけん。きっと黒犬は海沿いにいる。あいつの野営があるんだ。そこで会おう。父上はお年を召された。俺が気づかなかったのか。この戦のせいか。
抜けばかりか。ありがとうございました。道中気をつけよ。どうぞお受け取りください。それは人形だよ。血に染まってる。黒犬は子供までさらうのか。ああ、そしてマムシの兄弟に売るんだ。どこにおる？この先に野営がある。猛虎が見張ってるけどね。ならばまとめて切る。黒犬は私が殺さなきゃ。ずっと昔に機会はあった、でもできなかった。力を貸すぞ。野営に攻め入り、引きずり出してやろう。そして命乞いさせてやりたい。無様な姿で。無論だ。黒犬を始末すればアルタンも震え上がるだろう。行こう。猛虎だ。見つかったら仲間を呼ばれる。俺がやろう。黒犬の野営は海岸沿い、すぐ先だ。行くぞ。見知った地なのか。槍川を出た後、タカと来たんだ。かくまってもらえると信じてね。
絶対に逃がさない。 待て、船が沖に出ておる。 あの中だろ。 ほら、小舟に乗るよ。 急いで。 もうこの悲鳴で呼び出す。 子供をさらっておるだろう。違う、あれは忘れたとは言わせないよ。私の弟のタカを捕らえてマムシの集落に撃ったじゃないか。タカ、あれはかわいい子だったな。俺の記憶ではお前があいつを差し出したんだ。知っていれば。ユナ、お主が切れ。 怪我はないか。早く船を降りたい。燃やそう。アルタンも我らのことに気づき動かざるを得まい。ジン、黒犬が言ってたこと本当なんだ。 なんだと。あいつとは大綱であって飯と寝床をやるって言われたから、タカも連れて行ったんだ。気づいたら酒飲まされて眠って、タカは起きなかったけど私は見てた。 あいつを殺せばタカを救えた。でも怖くて見てるしかなかった。せめてはならぬ。こたびのことで守られた子もおろう。少し休みたい。宿に戻る。後で会おう。
生き延びようなもし腕試しといくぞ。あなたがいなければどうなってたことか。さあ早く逃げよう。これをお受け取りください。Thank you.
Thank you.